Hello, you guys. Welcome to part two of me playing through book five of Twisted Wonderland. I hope you guys are excited. We're just going to jump right into things. And yeah, enjoy. This is the first time we are in the gym. 美しさがかけらも感じられない。100点満点中5点。腹が立つんだぞ。You guys are still mad. 絶対にオーディションで華麗なダンスと歌を見せつけて代表選手になってくださいグリム様って言わせてやるんだぞ。You always say that, Grim. で、デュース、お前もオーディション受けるってどういう心境の変化？僕だってあーまで言われちゃ腹が立つ。それにちょっとあいつのことが気になって。あいつってエペルのこと？ああ。自分からボーカル&ダンスチャンピオンシップに参加希望しているようには見えなかった。Got that person myself. あいつ、僕とぶつかった時、嫌なのに無理やりやらされているんだとしたら、優等生として無視はできない。自分で優等生って名乗っちゃってるとこが優等生じゃないとは思うけど。確かに、エペルって見るから。デュース、お前簡単なステップもまともに踏めてねえじゃん。Ace, now is not the time. If we are going to be a team, you have to work together and be encouraging. This is very rude of you. な、しょうがねえだろ。ダンスなんかやったことねえんだから。手と足が。We got nowhere to go put up. の、お前らもダンスか。俺たちも混ぜてくれよ。Hi, how are you doing? He's the sweetest person. Jamil, I'm still iffy about you, especially about the last time we met, but maybe you guys can help us. The most dysfunctional duo. 変なコンビ名をつけるな。それに、別にギクシャクはしてない。I mean, you guys are pretty dysfunctional. もしかして、カリム先輩とジャミル先輩も VDC のオーディション受けるんすか？なあ、だってでかい祭りなんだろ。俺もジャミルもダンスと歌は得意だし。なあ、ジャミル。俺は目立つことはあまりしたくないんだがな。しかし後ろから見てたけど、お前ら本当にヘッタクソだな。He's so honest and but so sweet about it. ゾウが2本足でドスドス慌ててるみたいだったぜ。踊りだけでおぼつかないのに本番じゃ歌わないといけないだろ。大丈夫か？悪気がない分逆に刺さる。そうだ、ジャミル先輩、前にバスケ部でフロイド先輩にダンスを教えてたことありますよ。確かダンスが趣味なんでしょ。俺らにもダンスのコツ教えてくださいよ。おお、いいぜ。ジャミルのコーチなら間違いない。なんでお前が返事をするんだ。まあ誰かに教えるのは自分の復讐にもなるし、いいだろう。 He's nice sometimes. 素人ならまずはアイソレーションからだな。調子のいいやつらだ。まあいいだろう。ただし優しい教え方は期待するなよ。余裕でしょ。スパルタにはうちの寮長で慣れてるし。ビシバシお願いします。それじゃあ引き上げる前に使ったフロアの整備だ。倉庫からモップを取ってこい。はい。カリム、お前はしなくていい。ああ、よかった。ここにいらしたんですね。Oh, Zool, you're back. What's up, dude? そういえばジャミルのやつ、アズールに本音ぶちまけ裏実況。How did that go over? 嫌ですね。あんなのもう言い逃れできないと思わせるためのハッタリに決まっているじゃないですか。うん。クラスメートを社会的に終わらせるような真似を慈悲深い僕がするとでも。いや、お前ならやるだろ。慈悲深いやつはあんなひでえ嘘つかねえんだぞ。本当にあの日はジェイドとスマホで通話していただけです。僕はレオナさんと違って必要以上に相手をいたぶって楽しむ趣味はありませんから。悔しいがアズールの慈悲のおかげで
俺がオーバーブロッドした本当の理由は知らないままだ。寮生たちは。What do the students think? カリム寮長、なぜですか？副寮長をジャミ、あいつは寮長のことも。また何か企むかもしれない。罷免す。お前たち、俺のこと心配してくれてるのか。でも、今回の件はあいつだけが悪いわけじゃない。それにさ、スカラビアで今まで一度もジャミルに世話になってない奴はいないだろ。確かに困ったことだろ。あいつは優秀な副寮長だった。寮長の俺よりも一時悪い考えに支配されちまっただけで、あいつはできる奴だ。お前たちを利用して俺を追い出そうとしてたのは確かだ。俺はホリデーの事件があるまでもっとひでえこと、いくらでもできたはずなんだ。17年間、He's too sweet. 一度も。He is too sweet. だからって、いいやつだとは言わないけどさ。領地。ああ、うまく言えなくてもどかしいんだが。もう。領地。うん。その後もつかず離れず適当にやっているスカラビア寮生は、どいつもこいつも結論を急ぐのは避けて、誰につくのが得か注意深く動向を伺ってるんだろうさ。俺やカリ皆さん、とんでもなく面の皮が厚くて、あんなことがあったのによく一緒にダンスなど踊れるものだ。何とでも言え。俺の場合、オーバーブロッドの件でスカラビア内外での地位向上のために、しばらくはおとなしくカリムに従っておくつもりだよ。きっと寮生たちは虎視眈々と、あの性格の不一致さえなければカリムさんは使えるのにこれ以上ない魅力的な主だ、うん、いずれ彼が継承するであろう数々の財宝、それは現代社会において魔法よりもよほど万能に近いパワーを持っていますから。ホリデーの計画は俺にとって一世一代の勝負だったし、失敗して人生全部だ。でも結局そんなに変わっていない。ありがたいことにな、カリムに解雇されない限りは俺は従者の席に居座り続ける、うん、せいぜい俺の有能な働きぶりを周りの奴らに見せつけ続けてやるさ。カリムにも寮生にも両親にもアジーム家にも。ジャミル、おめえホリデー前と後でキャラが変わりすぎなんだぞ。そうでなくてはね。カリムさんに解雇されたらいつでもオクタビネルへどうぞ。Zul, stop trying to get him to join your dorm. He is not gonna join. ジャミルさんほど言うのか。He's not gonna join. それはどうも。See? 何があってもオクタビネルにだけは絶対に転寮しないから。Hey, you can transfer to Ramshack. We don't mind. We have ghosts living with us, so we would accept anyone really. 君たち。え？やれやれ。君たちもうっかりしていそうな、確認しておいて正解だ。な、さすがはジャミル。日頃からどこかの誰かさんのおかげで慣れっこだから。VDC のオーディションには。事前に申し込み、3年 A 組のルーク。ああ、そういえばポスターにそんな。オーディション前日が申し込み期限のはずだ。はい、ありがとうございます。ルーク先輩は金髪のおかっぱ頭に、まあきっと会えばすぐわかるさ。 OK, thank you. Oh, we're in the classroom now. 3年 A 組上級生の教室に来るの、しかも他寮の上級生とかあんま交流ないしね。ん、待てよ。はーい、レオナー、ちょっとこっち。We're really gonna bother Leona. げっ、グリム、よりによって、おい、仮にもサバナクローの寮長だって。俺様、この教室で顔見知りなんてあいつしかいねえんだぞ。Hey, it was grim. Beat him up if you do anything. He certainly looks annoyed. この俺を顎で使おうとはいい度胸。用があるならてめえが来いよ。ここまで10メートルもねえんだぞ。
僕はたまにグリムのことをすげえやつだと思う。俺もで、What's up? 何のようだ草食動物とも。I don't know why Grim called you. 開きにすんぞ。ルークハントってやつに会いてんだ。はあ、あの変人を紹介しろだ。We're auditioning. もう、俺様たち、ボーカル&セプレ。 Oh, hello. 素晴らしい。新たな挑戦者を心から歓迎するよ。うわ、私はルークハント。美を求め、美を助くことを人生のテーマとするルシャソウ・ドゥアムールさん、どうぞお見知りおきを。 What's up? チッ、出たな返事。リオラ、ジーズ、don't have to be busy。 ごきげんよう、ロア・ドゥ・レオン。おや、昼休みだというのにムシュータンポポはどうしたんだい？四六時中一緒にいるわけねえだろうが、さっさとその草食動物どもを連れて。ムシュータンポポってロワドゥレオンの腹心ラギー君のことさ。なんでタンポポなんだぞ。頭が黄色くてパッと広がってるから。ノンノン、そんな理由じゃない。ノンノン。あれは去年の春、うららかな春の息吹を学び屋の底かしこ。おお、フラッシュバック。よしよし、だいぶ集まったっすね。綿毛になっちまう前につんじま。ボンジュール、ムシュー。だあ、なんすかあんた。これは失礼。私はポムフィオーレのルークハント。ポムフィオーレ。君が興味深い動きをしていたものだから、つい声をかけてしまった。興味深いって、タンポポ積んでただけっすけど。That's cute. That's so cute. 一心不乱に両手いっぱいタンポポを集めてどうするんだい？決まってんじゃないっすか。食うんすよ。え？タンポポはサラダにしてよし、yeah. 炒めてよし、お茶にしてよし。Things, 何よりどこにでもいっぱい生えてて、ただで手に入る。Mm-hmm. 俺みたいな貧乏人にはありがたい雑草なんすよ。ま、あんたみたいなお坊ちゃまには関係ない話でしょうけど、今月食費が厳しいから腹の足しにしようと思って。そんなわけで俺は遊んでるわけじゃないんす。さっさとどっか消えてください。ということがあってね、それ以来道端のタンポポすらも命の糧としている彼に敬意を表して。 That's kind of a cute nickname and a cute story. ムシュータンポポと呼んでいるんだ。That's really cute. ラギー先輩、タンポポ食ってたの？つかそれ敬意じゃなくね？ What do you mean? How is that respectful? Stop disrespecting my boy Ace. あいつ本当に腐ってなきゃ何でもいいのか？ What do you guys? You guys are the weirdos here. Dandelions can be used for a lot of things. You can bake them into like you can use them in recipes and such. I don't get what's weird about this. まさか俺にも食わす？ノンノン。毒じゃないんだ、yeah. 好き嫌いは良くないよ、ロワドゥレオン。タンポポってうめえのか。今度俺様も食ってみるんだぞ。 Grim gets it. Grim is willing to taste it. だから拾い食いするのはやめろ。はい、We got it. おい、いつまで俺の席の周りでうろちょろする気だ。さっさと散れ、okay. そうだレオナ君、君も VDC のオーディションに出場してみないかい？身体能力は申し分なし、君の体格ならきっとダンスも映えるはずさ。獅子が歌う姿は夕焼けの草原でも見かけたことがないけれど。そんなお遊戯会誰が出るか。しかもあの口うるせえビルがいるんだろう。絶対に言うことないな。都会的な美を持つビルと野生的な美を持つレオナ君、二人が共に歌い踊る様はさぞ美しいだろう。I like Rook. Rook is... I really like Rook. Now that I've met him, he's growing on me a lot. Oh. Oh yeah, it's audition day. We better murder these auditions. Oh yeah, this is how we get to each dorm. It's like through a mirror travel. Interesting. Wait, this is the first time I'm seeing their dorm.
Ooh, pretty. お前上がりすぎでしょ。あれ、エイリュースコンビにオンボル寮コンビ。What's up, Carter? みんなも VDC のオーディション受けに来たの？ Yep. ケイト、おめえもなんだぞ。I really called him Carter. I've been calling him Carter this whole time. You know what? I'm gonna keep calling him Carter. Because I feel like that suits him better. うん。せっかくうちの学校で VDC が開かれるし、今年はビル君も出るらしいからさ。I can't believe... Literally this whole time. Even like since the prologue, I've been calling...マジカメフォロワー数500万人超えのセレブと一緒に大会に出れたら記念になる。じゃねえけどダンスならなんとかなるっしょ。賞金500万マドルの山分け。ぜほな、あいつは分かりやすく賞金目当てなんだぞ。 You're the same way, Grim. おお、ケイト。お主も来ておったか。 Hi, Lilia. What's up? Why do you guys always get scared? 良き反応じゃ。ハーツラビル寮生はいつも元気じゃな。もう、リリアちゃん、それびっくりするからやめてよ。Yeah, you're the one who brought us the greeting card. いかにも。What's up? 神出鬼没のお届け人こと、リリア・ヴァン・ルージュじゃ。I appreciate it. He looks so adorable. I can't. Ah, look at his little visor. そういえば。ホリデーに差出人がわからないホリデーカードをもらったって言ってたな。Mm-hmm. あれ、こいつが差出人じゃねえのか？ Well, he just delivered it. カードに書いてあったイニシャルとわしの名前では頭文字が違うであろう。差出人が誰かはそう遠からずわかることよ。You could just tell me that would work too. リリアちゃんも VDC のオーディション受けるの？うん。わしは軽音部に所属しとるし。音楽発表会と名がついとるならサンマルウスも誘ってみたんじゃが、人間の見せ物になるのは嫌だと断られてしもうと。あやつ、ああ見えてシャイだからの。それシャイとはちょっと違う気がするけど。あのマレウス君をオーディションに誘うなんて、リリアちゃんてば勇気ある。せっかくの学生らしい催し、あやつも一度くらいはチャレンジしてみればよいと思ったんだがな。お主こそ、相棒のトレイは誘わなかったのか？誘ってみたけど、振られちゃった。総合文化祭運営委員長のリドル君のお手伝いで、いぞ。なるほどな。I like how everyone has like some sort of duo here. It's kind of wholesome and cute. 相棒に振られた者同士、We have オーディション受ける記念に一枚取ったか？ Sorry, I just realized. I was like, who's our duo? Grim is our duo. よいぞ。おれ、そこの一年分も入るなよい。Oh, okay. We're taking a picture. Cheese. 僕たちもですか？ Yeah, cheese. 俺様たち、別に振られてねえんだぞ。いいの、いいの。こういうのはノリだから。イエーイ！ Yay! イエーイじゃ。Cheese. ハッシュタグ、NRC、VDC オーディション。絶対受かるぞ。フラレボーイズ。はい、アップ完了と。あ、あの子、イレア君の弟君だ。一人でいるの珍しいな。Oh my gosh, this is our first time meeting. Oh my gosh, we're meeting so many people. 弟って小学生くらいに見えるけど、つかスーパーヒーローのスーツみたいなすごい服。そっか、エースちゃんたちは1年生だから知らない。イグニハイド寮長のイデア・シュラウド君は弟のオルトちゃん同伴で入学してきたんだよ。You can do that? 俺は3年になって初めて。I think you guys are just being mean. I think, I don't know. 兄さんの悪口言わないで。意味がいいやつ多すぎね。You guys talk so loud, that's why. 10メートル以上は離れてたのに。No, you guys just talk loud. 兄さんが僕につけてくれた集音マイクは、人間のささやき声を50メートル先でも拾えるんだ。ほう、それはすごいな。妖精族や獣人族でもそんなに耳が良いやつはなかなかおらん。そうでしょう。兄さんはすごいんだ。5本5本それに
兄さんは僕と一緒に授業に出てもいいって許可をちゃんと学園長にもらってるんだから。別に一人が寂しくて僕を学園に連れてきたわけじゃないよ。そうなんだ。ごめんごめん。シュラウド兄弟は学園七不思議的なミステリアスさがあるからつい盛り上がっちゃって分かってくれればいいんだ。僕もムキになっちゃってごめんなさい。He's just so pure. 兄さんを誤解してほしくなくて。We're sorry too. ところで、オルトちゃんも VDC のオーディション受けに来たの？ Oh my gosh, my ear. そうなんだ。兄さんがね。Oh, are we getting to see Ida for the first time? Clickety clackety. 寮長会議でリドル氏に研究発表の練習しますなんて言ったけど、何万回脳内シミュレーションしても人前でハキハキ研究発表するなんて絶対。でもリドル氏にうぎられるのは避けたい。なんとかせねばと考えた結果、拙者は自分の声から音声ライブラリを作成し、ついにタイピングに合わせてリアルタイムで自然に文章を読み上げるプログラムを完成させた。自分の声とは思えないほどの良滑舌、合成音声とは思えないほどあまりに流暢。オルト、どう？控えめに言って最高では。今喋ってる僕の声が読み上げソフトだなんて絶対に誰も気づかないだろ。すごいや兄さん、とってもハキハキしてるね。でしょ。いや実は拙者めっちゃいい声しとるな。これなら質疑応答もスムーズに答えられる。ふひひやはり科学技術は根性論に勝利するのだ。うん、きっとリドルローズハートさんも。ダメ、研究発表が終わるまで絶対にリドル氏にはこのからくりに気づかず、先輩も頑張ればできるじゃありませんかとか、どや口パクに気づかなかったんでござるか。これだから素人は手指差してプギャーする予定だからHis giggle. もう兄さんたら、あんまり後輩に意地悪しちゃダメだよ。いいの。リドル氏は学年は一つ下だけど、寮長歴はあっちの方が長いし、先輩みたいなもんでしょう。しかし、I don't think that's how it works, 真剣に取り組んでみると、合成音声の世界は実に奥が深い。最近バーチャルアイドルとか流行ってるし、ボーカルシンセサイザー機能をオルトに搭載してみようかな。ボコスって楽しそう。僕歌ってみたいな。Wait, that's so cute. He gets a little like vocaloid voice, and then he gets an audition. よし、兄ちゃんに任せなさい。というわけで、兄さんがボーカルシンセサイザー作りにハマっちゃって、こだわり抜いて開発したからには。どこまで通用するのかチャレンジしようって このオーディションを受けることにしたんだ。His little mask thing lights up when he's talking. I didn't notice that. But... 歌声をプログラムで作るなんてそんなあり？ゲルのめっちゃ流行ったし。エレクトロポップとか俺も結構好き。Yeah, you know what's up, Carter. Cater. 話が全然わかんねんだぞ。Grim, get with the program. グリちゃん、バーチャルアイドルとか見たことない？ I'm sorry if you could hear my bunny. He's running around and you probably can't hear him. He's just very excited. So he's running around right now. 今動画見せてあげる。You gonna show him some Hatsune Miku? ちょっと待ってね。無料動画を見るには、ね、一口飲めば願いが叶う魔法のドリンク知ってる？Is this the commercial? シュワッと弾けるビタン酸、赤く色づく濃いの味。This makes a lot of sense. 新発売、レッドアップルソーダ。 Okay, this person is inspired by Snow White. Okay, that's interesting, but apple. Okay, that makes sense. 最近話題のドリンクの CM。 新発売の商品は押さえとかなきゃ。購買部、後で見に行こうっと。この CM に出ているネージというタレント、先日寮長会議で話題になったな。
こやつも今度の VDC に出場するらしいぞ。Interesting. え、この大会そんな有名芸能人も出るんだ。うるさいわよ、ジャガイモたち。Sparkle. まぶしい。なんだこの輝きは。目がチカチカするんだぞ。Look how... この学園で私のことを知らない人間はいないと思うけど、現場の礼儀はまず挨拶から。私はポムフィオーレの寮長ビルシェンハイト、今回学園長にボーカル&ダンスチャンピオンシップに出場するメンバーのプロ、これより選抜メンバーのオーディションを始めます。では諸君、これよりオーディションを始めるよ。エントリーナンバー1からミュージ、ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春意地も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。 Beautiful. ムシュタンポポ、軽やかなステップと弾ける笑顔、おーボーテ100点。身のこなしは悪くないけど、歌も踊りも全体的に雑さが目立つ。次。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいんじゃない。ムシュマジカメ、歌声にダイヤのようにきらめく華やかさがあるね。ボーテ100点。歌もダンスもそつないけど、全然パッションが感じられないのよね。次。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春意地も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。無臭好奇心、愛らしい姿とは裏腹にしっとりとした歌声がまとうオーラは実に妖艶だ。 It's very interesting to hear how, like, obviously how different their voices are in, like hearing them one after each other. ボーテ100点。なぜかしら、リリアからは高校生らしいフレッシュさが一切感じられない。次。ねじれたリズムで踊ろう、Yes, vocal yes. Wait. Ortho is a robot. I think, I'm not sure if he's part robot, part like human, or part whatever, but can he drink water? Why does he have a water bottle? Mushu, Oningyo, nante zanshin nan da.キレのあるロボットダンスと歌声に私の瞳は釘付けさ。 Rook is just like yes, yes to everyone. 100点。いくらジャンルですと言っても限度があるわ。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。Everyone's killing it. ロアドゥール、熱さの上を吹き抜ける一陣の風のごとき舞い、軽やかな歌声に私の体も飛び上がりそうさ。ボーテ100点。ふん、みっともなく転がり回るだけの野菜どもより少しはマシかしら。 The others did fine. ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春吉も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。 Oh my gosh, Jamil's Jamil's voice actor went hard. I really like his ムシュマルチ、oh、gosh, really good. さすがだよ。クールに装う仮面の下で燃え盛る熱いソウルが伝わってくる。ボーテ、歌も踊りも今までで一番安定してる。悪くないわ。Not bad, I suppose. ねじれたリズムで踊ろう、
うつむき春一も愛嬌さ構わないよちょっと悪いくらいがいいんじゃない He sounds so cute 無臭姫リンゴ実に愛らしい実に可憐だ I can't take Rook seriously I love him ボーテ100点あの子またサビの前でミスったリハで100点でも本番でミスしちゃ意味ないわっていうかルークあんたさっきから全部満点をつけてるじゃない真面目に審査する気あるもちろんだともしかしみんな素晴らしくて See, こうつつけがたくてね You're just being too critical 整った美もあればいびつだからこその美もある Yes See そう思わないかい? Rook is getting up to my top three, I think あんたを審査員にしたのは失敗だったわまったくさあ次で最後のグループよ We're the last one Hello エース・トラッポラ君まとめて中に入ってくれついに俺様たちの番おーし絶対ここまで来たら腹くくるっきゃねあらあんたたち私に無謀な戦いを挑んできたドタバタ見苦しい身のこなしちゃんと特訓してきたんだ素人の付け焼き場丸出しのお遊戯会論外ね、What? Excuse you? な挑戦者の諸君オーディ審査結果は明日合格者のみに連絡させてもらう I think Rook is gonna let us pass 結果は明日かそわそわしちまうんだぞ審査員の点数が高かった順にうるわしのビル少し待っておくれすでに研磨が済んでいる宝石は当然美しい石ころじみたいびつな原石も磨けばきらめく宝石に生まれ変わる可能性を秘めているもしかすると今君が手にしている宝石よりもねそうねルークの言う通りかもしれない一番の美しさを手に入れるためにはありきたりな考えじゃダメ大切なのは原石を磨いた時どんな宝石に生まれ変わるのか見抜く力いびつな原石に秘められたポテンシャル、oh. Thank you. 私は最後に踊った1年生たちに感じたよ We practice very hard. よりによってあんなジャガイモたちに例えるならばビル君はその輝きで世界中の人々の目を奪う大きな宝石がぎっしりとひしめき合うティアラ、うん、それも悪くないでも大粒のダイヤを囲むように小粒ながら色とりどりの宝石が散りばめられたティアラの方がより美しく魅力的だと私は思うのだけれどもちろん最終決定権は君にある。たまごとと聞き流してくれても構わないよ。Rook knows what's up. Rook is a homie. Like, I really like Rook. I might, okay, maybe next video or like a video soon will be me pulling for his cards. Because he does have cards out right now. We'll see. でも、一番あの輝けるネージュ・ルヴァンシェと戦うには、現状のブラッシュアップでは届かないもっと革新的なマインドが必要だとそうね今年のボーカル&ダンスチャンピオンシップの出場メンバーは We won't know yet You know what? I'm gonna leave you guys hanging Next part We'll find out if we're a part of it or not That's exciting, that's interesting 当たって聞かせよBut that is it for today's video. I hope you guys enjoyed. Sorry to leave you guys on a cliffhanger. We'll find out what happens in the next video. Thank you for watching. Have a good day or night or whatever time it is for you. And